阿川県高松市大田下町にある高松琴平電気鉄道琴平線の駅である。駅番号は、K04A。以下取扱窓口、以下定期券窓口があり、高松琴平電気鉄道では二つ目の公開駅である。近隣のバス路線再編を含めた交通結節点としての駅設置が起とされ、高松市総合都市交通計画推進協議会が、 事業主体となっている。駅舎整備の概算事業費は9.5億円である。当駅は大田下町に所在するが、既存の大田駅との混同を防ぐため、大田下町の東側に位置する不正市町から命名した。2021年中に、ことでんバスのショッピングレインボー循環バスや大田駅、三ンメ線などの4路線は併設されたバスターミナルに乗り入れる。 2016年3月当初、2016年度に基本計画を策定して、翌2017年から約2年をかけて、駅舎整備を実施する予定だった。相対式ホーム2面2線を持つ、高架駅。1階は、中央南よりを、国道11号高松東バイパスで隔てられている。北側の駅舎に中央口と北口があり、待合室、飲み物の自動販売機、 多目的トイレ、自動券売機、エレベーター、以下取扱窓口、以下定期券窓口が設置され、以下及び以下定期券に関する手続きが行える。この窓口では改札業務を行わない。以下取扱窓口正面向かいと待合室にことでんで初めてとなる液晶式発射表が設置されている。南口側は自動券売機のみ設置される。 2階は4両編成対応のホームと IC カード専用簡易型自動改札機、エレベーター、LED 発射表、安全確認、乗り遅れ防止を目的とする監視モニターが設置されている。ホームの設置位置は線路勾配の位置を勘案した結果、国道11号バイパス南端から北に道路をまたいで設置され、南北に出入り口が設けられている。なお、 当駅を含む区間は複線化事業も合わせて実施されている。2020年11月28日の開業時点では、駅前広場が未完成のため、北口が先行で開放され、2021年4月1日より南口も開放された。ただし、南口ロータリーが工事中のため、裏道から駐輪場経由での出入りとなる。 さぬき梅街道側の中央口は工事中のため、引き続き利用できない。新たに駅の北東側に整備される、駅前広場は、公共交通網の受け皿としても整備され、JR 高松駅、ことん、高松地工駅など都心方面との循環バス運行も起とされている。なお、当地には2019年1月20日まで、ゲオ高松東バイパス店があり、建物解体の後、 埋蔵文化財調査に同年にいっぱいかかったため、本体工事に入ったのは2020年に入ってからとなった。広場には、バスバスタクシーベイ、駐輪場及び送迎用駐車場が設置されるほか、駐輪場や駐車場は、高架下など、他の場所にも適宜設置するとしている。駅前広場の整備事業費は11.5億円で、負担割合は国55%、市45%である。 2021年4月1日時点では、駅前広場が未完成のため、北口駐輪場及び南口駐輪場のみ利用可能となっている。ありがとうございます。